ここ松浦一州蔵の倉庫というかところなんですけども、活版ミイラはどこに、どっち側にあるんだろうな。どうも、あ、先ほど電話させていただいたものです。はい、ありがとうございます。こちらに、はあ、作り酒造りの道具も展示されてて、博物館でやってますね。お邪魔します。どうぞ。お邪魔します。なんかいろいろ飾ってある。これか、科博と書かれてますね。あー、これだ。カッパ関係のがいろいろと飾られてますね。あ、カッパの呼び方道や。カッパのミイラはこちらにおわします。この状態で発見されたってやつですね、これ。この。梁の上に置かれてる感じで、こういう感じでありますね。ああ、本物見れたよ。で、こちらにはなんかいろいろと、カッパの由来が書かれていますね。なんかコインも入ってる。ここはね、電話してお伺いしていいですよって言っていただきました。
こんな感じで、昔の樽の中に入ってる感じなのかな、これは。あー、いやー、いいもん見たな。これの作りもいいですね。はい、じゃあ一度カッター、こちらがカッパさんのミイラになります。こんな感じでね、お酒作りの道具とか展示されてる奥、一番奥に神棚みたいな感じで、お祭りされてます、ね。科学の蔵と。よいしょ。というね、松浦一修造さんでございました。この辺もね、いろいろとあるので、ぜひとも皆さん訪ねていただいてですね、生でカッパのミイラを見ていただけるといいんじゃないかと思います。結構ね、やっぱ可愛い、めっちゃ可愛いこれ。ありがとうございました。あ、あちらに、はい、飛んでますんで、ここから撮る点取りました。いや、違います、回ってきたんで。あ、ドリンクできるんですね、はい、あ、ありがとうございます。あ、どうぞ。はい、失礼します。あー、こっから抜けられるんだ。あ、確かにそういや、そうだ、作り的にそうなってんだ。いや、親切な方で、よかったよかった。はい、じゃあちょっとこれコメント復活させますね。さあ、ちょっと待って、抜けてからの方がいいか。ちょいちょい蔵の中電波悪かったですけど。あー、ここに出るのね。あー、はい、そんなわけでね、カッパのミイラを見せていただきました、松浦一修造さんでした。あ、トイレ後で行こう。そんなわけでね、科博の酒を、草科博の蔵という箱、松浦一修造さんのお酒を購入しました。